皆さんこんばんは。11月7日月曜日、しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、曇り空で冷たい風が今外吹いております。本日のパーソナリティは私三田が担当いたします。さて本日のゲストをご紹介いたします。紙で、作る甲冑教室を主催しているグループなんですが、このグループはですね、紙の甲冑制作を通して松代を活性化をしたいという活動をしているグループの人たちです。はじめにですね、丸山一平さんをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。丸山さんはですね、松代城前で、紙甲冑を、お店に飾り、お土産さんをやっています。中山さんなんですが、4代続いた、和菓子屋さん、まあ、門屋さんの4代目の店主です。まあ、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、お二人にですね、紙甲冑作りを立ち上げた理由っていうのもちょっとお聞きしたいとは思いますので、丸山さんの方から一つよろしくお願いいたします。これはテレビゲームの戦国バサラという、ね、ゲームがブレイクしましてですね、はい、全国で、はい、非常に、まあ、爆発的にヒットしたわけですけれども、まあ、中で、まあ、雪村が出てきたり、いろいろそういった戦国武将たちの活躍をゲームにしたものなんですけれども、はい、それが、まあ、この戦国ブームの、まあ、火をつけましてですね、はい、で、まあ、お城の中でですね、はい、まあ、甲冑を作ろうという動きが、出てまいりまして、でそれで、まあ、何か所か日本 のお城の中で何か所か、まあ、作られてきたんですけれども、その中にですね、いち早く、まあ、大阪城、がですね、はい、まあ、雪村というブームにあやかってですね、はい、大阪城甲冑隊を作ろうということ で、でまず、その甲冑を紙で作ることを、要するに始めたわけです。はいはい、それで、まあ、教室を始めながら、はい、甲冑隊結成という形までこぎつけまして、はい、まあ、ノウハウをそこで構築したわけです。でそれ以降ですね、はい、まあ、その雪村との、まあ、縁もありましてですね、上田市とか上田市の観光協会がですね、はい、まあ、その大阪城の甲冑隊のニュースを聞きまして、導入したいということで、はい、市の方からの要請でですね、はい、大阪城 の、まあ、あの甲冑隊の、一番主だった方を、はい、上田に招聘しまして、はい、約2ヶ月間で、まあ、その教室、甲冑教室のノウハウを伝授しまして、で上田の人たちも かなりたくさんの方が、まあ、甲冑を作られたと。なるほど。それで、まあ、甲冑が出来上がったものを、はい、やはり着てですね、上田城の観光ガイドですとか、はい、まあ、そんなことをやり始めたという経緯があります。はい、それで私たちも、まあ、はい、実は、前々からですね、はい、川中島の古戦場をはじめ、まあ、この真っ白城ですね、はいはい、なんとかやっぱりアピールしたいという思いがあったものですから、できたら私たちもやっぱり甲冑を作りを覚えてるんですね。うん、で要するに、隊を結成して、はい、一つの、まあ、観光行政にですね、お手伝いができれば、はい、いいかなと思いまして、そんな、まあ、経緯で、まあ、上田城甲冑隊の方を、まあ、城にお呼びして、まあ、去年の6月から、はい、まあ、草間田祭りに間に合わせるようにという形で、まず城で、教室を展開したわけです。あ、なるほどですね。はい、まあ、それが一応指導者を養成するという甲冑作りですね、はい、まあ、そういう大きな目的が一番最初だったわけですけど、これも中山さんも含まれて絡んであれですけども、どんなあれでしたですか。まあ、基本的には草祭りに出場しようということで、はいはい、当時 の統括責任者の水野さんが受けまして、はいはい、彼は自分ではちょっとできないから、はい、もう一人いるんですけど、倉島というのがもう一人いますけど、その私と もう一人の倉島にお前ら頼むなっていうことで、うん、投げられちゃった部分がかなりあるんですけど、うん、それで一応結成されたという形ですね。はいはい、これで甲冑はまあこれ作りがどのように行われるのか、またちょっと説明していただければあれなんですけど、はいはい、
基本的にはね、あの厚手のボール紙です。はいはい、でこれは型がありまして、でその型にを、まあ、紙にトレースしましてですね、うん、それをまあ裁断して切り抜いてですね、でまあ、こういう原型を作ります。うん、で、これだけだと弱いものですから、まあ、これは専門的にはあの、桶川銅っていうんですけれども、はい、あのもう一つはあの薄いボール紙をですね、この上に貼り合わせまして、で強度を増すわけですね、こういう形で、はいはい、でまあ、これがまあ原型になってですね、これを、まあ、あのしっかりと乗り付けして、はい、加工をきちっとですね、将来的に、まあ、この後にですね、まあ、あの目止めをして、こうラッカー塗装をすると、まあ、こういう形に仕上がるわけですね。なるほどですね、はいはい、まあ、相当頑丈になることですね。そうですね、まあ、これちなみにこれを作った方は、あの塗装屋さんなんですけどさすがに専門家でですね、なるほどね、あの要するにこれは、まあ、実は、まあ、フェラーリっていう名前がついてるんですけども、あの名車フェラーリっていうぐらい、まあ、あの塗装が上手だね。それとこういうあのあといろんなこう部材がありまして、で、まあ、これはまあこの、ここにあります草摺りだとか、こういう袖の部分 の、 あの部品なんですけども、まあ、こういう段ボールは段ボールじゃないボール紙を、要するに、部材をいくつも作って、でそれをもう最終的に糸でこう紐でこう脅しとしていくんですけどね、で、まあ、あのこの紙からこういう塗装を仕掛けて、で、まあ、部品を作って最終的に組み上げるというやり方ですね。これ曲げるのはどうやって曲げるですか？これは、とりあえずこう霧を吹いて、あの水 で、はいはい、で、まあ、あの手でも曲がりますけれども、一応、まあ、5、6枚重ねまして、ね、で紐でこうくくって、曲げてくくっておけばですね、一晩立てばあこういう風になる、ね、あなる、で乾いてしまえば、まあ、元に戻りませんから、まあ、元に戻したいときは、もう一回霧吹けば、あの大変なんですよ。ああそうかそうか、はいはい、なるほどですね、はい、あれですかね、これ今甲冑作りやってるけど、まあ、なんか指導者みたいなものを作らなきゃいけないとかっておっしゃったじゃないですかね。はいはい、ああいったのはどういうあれですか？まあ、あの将来的にですね、まあ、我々、まあ、出発は、まあ、有志がボランティアみたいな形でやり始めましたけども、まあ、町の役を皆さんいろいろいっぱい持ってらっしゃって、なかなかこれを専門的にですね、仕掛けていくことができませんもんですから、できれば一般公募で集まってきた人たちの甲冑を作るのを作るのは好きな方にですね、技術を覚えていただいて、でそういう人たちを、まあ、先生にして順繰りに、あの要するに教室を展開していき、まあ、甲冑作りをですね、将来につなげていきたいなと、そんなふうに思ってます。なるほどね、はい、でもあれですよね、結局数作らなきゃいけないっていうあれもあるんですよね、はい、真田祭りにやるなんて言うとね。そうですね、でも今現在はどうですか、まあ、はい、最終的には、1体2体分を、これで間に合わせられれば、予算的にもかなり減ってきますから、最終的にはそこを目指してはいるんですが、まだ基本的に自分の甲冑を作る人の方がまだ多いので、そうかそうかそうか、公的な甲冑を作るところまでまだ行ってないです。ああ、なるほどですね、でもこれ現在何人ぐらいいらっしゃるんですかね。1期生が大体13名、それから2期が15名ぐらいいましたから、まあ、28名、がメンバーなんですけど、まあ、まあ、途中でね、まあ、もちろんリタイアされる方も、はいはいはい、まあ、いろんな事情であるんですけれども、はいはい、だから現在やっぱり25名ぐらいは、まあ、残っていまして、で、まあ、その中で、まあ、一応教えるのが得意な人は、まあ、講師として、あ、はいはい、お願いして、お手伝い、ローテーションのお手伝いになるという、ね、形にしてるんですけど、なるほどね、はい、あれですかね、これ今言って募集かけてるけど、何体ぐらい今まで で作ったですか？だから何量か、甲冑の場合は1両2両って数えます、はいはい、でこれは領収書の量って書きますけれども、ね、今までで約 30両ぐらいですかね、出てますね、まあ、1人で2両3両作る方もいらっしゃいますから、で、まあ、今年はですね、まあ、お祭りに間に合わせて子ども向けをやろうということで中山さんが中心になって、はいはいはい、あ、そうだ、子供用一生懸命作って、ピンク、ピンクのあれね、はい、それでも中山さん、あの時はどうだったですか？ですね、子供用の甲冑というのは、最初は、ご当地ヒーロー
に発注を着せようと思って、はいはい、企画したんですが、手を挙げてくれる人が誰もいなかったもので、でたまたま震災の寄付を発注をして、長野駅に行こうという話になりまして、はい、メンバーの一人 の、まあ、あの女の子がたまたま遊びに来てて、うん、私も甲冑を着て行くというふうに手を挙げてくれたので急遽作りましてね、はい、それじゃあこれ子供の方へ振ったら面白いかなということで、あ、まあ、あの2期が終わってから、うん、まあ、有志でもって、うん、大小6両ずつ12両作りました。まあ、ちょっと大変だったですね。そうすると、まあ、あの前だけですから、ああ、なるほど、それほどでもないんですけれども、ね、ただ数ですから。それはそうだね。まああれですね、その、まあ、制作だけで楽しんでるわけじゃないんですよね。まあいろいろとやっておられる、はいはいはい、まあ非常に、まあ最初はホビー的なね、はい、やっぱりその工作教室的な要素っていうのが、まああって、それでまあそういうことでまあ参加する方もいらっしゃるんですけれども、まあ基本的にはですね、あの要するに自分で作った甲冑を着てですね、要するにまあ行列に出たいとか祭りに出たいとか、あのみんなの前でパフォーマンスしてみたいとかいうやることがあるものですから、でまあそういうことの期待にまあ添えるような形で我々もまあ単に教室だけではなくてですね、うん、まあ、お祭りの行列へ参加をするだとか、うん、それからいわゆるキャラバン隊を組んで、はい、要するに全国に、まあ、まあ、それをアピールに行くために、その甲冑を着ていくだとか、はい、からいわゆる全国の、そういういろんなお祭りがありますから、うん、そういったところに招聘された時にですね、うん、祭りを逆にアピールしてきて、うん、その地域と交流するだとか、あ、はい、まあ、いろんな展開がこれから考えられるし、うん、しっかりと組織化してですね、うん、要するに甲冑隊として、うん、要するにデビューさせていくという形も、うん、まあ、将来の希望として、うん、まあ、持っておりますね。なるほど、はい、やっぱりそうなるとある程度人を集めして、はい、やっぱり固めなきゃいけないっていうあれですよね。そうですね、はい、そういうことですね。まあ、これもこの間、これもこれは昨年のあれですかね、真田祭りの、はい、写真なんですが、ああ、いいですね。まあ、これはみんな自分たちで作った甲冑を着て、まあ、出たわけですけども、中には出られない人もいたものですから、ちょっとゲストとして、あの外人さんを呼んで来てもらったんですね。あの大変喜ばれました。あの後ろの方はそうですね。かっこいい。なるほど、まあ、カナダにとっては非常にいい、うん、あの思い出になる、うん、なんじゃないかな。ちょっとかっこいいですよね、でもこうやって作るのは楽しみですよね。自分で着られるっていうのはね。だからなかなか先ほど中野さんおっしゃったように、うん、こういうタイがですね、いくつもできればですね、かなりその予算、祭りの予算の中から行列にかかる、商談という形がかなり削減できるわけですね。だからそうしたら他へそういう予算を回せますから、もっと充実したお祭りを仕立て上げることが将来、みんなの参加っていう形になるんですよね。はい、そうするとやっぱりみんなそれは希望のあれになるんですよね。はい、そうですね、まあ、いろいろとまあ活躍しているグループなんですけども、今後どのようにしていこうと思っていますですかね。そうですね、やっぱり若い人たちへバトンタッチしていってですね、はい、ま、長い年月をかけて、はい、要するにその松代という形へ定着させていきたいと、はい、で思いますね。だから大阪城の甲冑隊は、まあ、観光ガイドと一緒に写真を観光客と撮ることと、それから要するにその大阪城のゴミを拾うというボランティアをやってるわけですけども、名古屋城はまたいわゆるそのこれは特殊でして、まあ行政がまあ雇用対策のためにそういう観光部隊を作ってですね、甲冑を着せて名古屋城をガイドすると、まあ、そういったまあ非常に面白い動きをしているところもまあ、 あります、はい、なるほど。だから我々もまあ何かそういう形で、社会的に役に立つことがこの甲冑隊から出発して、できるようになれば、まあ嬉しいなという、ね、ああ、なるほどですね、はい、わ、はい、かりました。それでは、まあ、このグループの活躍を陰ながら応援してますので、まあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。
それではですね、来週のしゃべくり松代ですが、本日に続きまして再び私三田が担当いたします。来週のゲストはですね、全日本柔道型競技大会 で優勝をいたしました滝沢良人さんにお聞きしたいと思います。普通の柔道とは違いましてですね、ちょっと型でっていうお話なんで、そのお話をちょっと聞かせていただくようになりますので、お楽しみいただきたいしていただきたいと思います。それではよろしく。しゃべくり松代、また見てね。